とかにも一番犠牲よく出てくるやつはすぐにやられるじゃないですか。平本は完全にそういうキャラだ。ガチで僕舐められとったと思うんですよ、ほんまに。ほんまに多分その僕がグラウンドを全くゼロぐらいで思ったと思うんで、その負けからはほんまにめちゃくちゃ自分の勉強になることが多かったですね。岩崎さんがだいぶその近道をさせてくれたというか、ほんまに今試合に使える必要なことだけを教えてくれてやった感じなんで、教えてくれた技術が全部ハマった感じですね。平本ガーディアン・オブ・ギャラクシーってマーベルコミックの映画の登場人物がやるんですけど、めっちゃ好きでオープンフィンガーだったらこれやりたいなって思ってたんですよね。このクソガキマジ殺そうと思ってましたね。どうやっていじめたろうかなと思ってましたこの時に。